はい、今回はですね、北海道都市伝説なのかということでですね、冬の間ですね、ストックをね、使ってね、マイナス20度でもストックで歩くということでね、今回は北海道滝川市にですね、行ってきました。はい、こちらです。元気な女性が手を振っておりますね。はい、いつも4人組でですね、同じ時間帯ですね、ここを歩いております。まあ、北海道都市伝説ということでね、ごく一部かもしれませんけれどもね、こういうね、元気にね、ストックを使ってノルディックウォーキングをね、楽しんでいるお年寄りの方がね、いるわけですよね。これを見ましてですね、すごい元気をね、いつももらっているわけでございます。私もね、もう年取ったらね、こんな感じでね、元気でね、歩き回れればなって思っております。この先頭の方がリーダーなのかなって思っております。はい、最後までね、ありがとうございます。失礼いたします。